のマグミワッシュサヨ。今日は私の化粧ポーチとポーチの中身を紹介します。じゃらん、こちらです。これは雑誌の付録についてたんですけど、すごいね、いっぱい入るんですよ。見てください、じゃらん、すごいいっぱい入るでしょう。まずは一番お気に入りのこちら、RMK の UV フェイスプロテクター、 SPF も 50% 入ってるので、いつもこうつけて手のひらにつけたら簡単に塗っていきます。で、次が下地にもなるので、次がこの資生堂のクッションファンデーション、こちらです。ちょっと汚いかもしれないけど、普段すごい使ってるので簡単にこれもね、こうパパッとつけてすごいツヤツヤに仕上がるので、すごい簡単だし、いつもコンパクトになるので簡単に持ち歩いてます。普段のアイシャドウ、これはディオールのアイシャドウなんですけど、すごいこの全部ね、いっぱい入ってるから、もうこれ一つでいろいろ変えられる。ブラウンだったらちょっとすごいスモーキーな感じとか、オレンジだったらちょっと明るくて可愛らしい感じと、こういうシャドウとかもハイライトも入ってるので、こういうところに塗ったりとかして使ってます。 NEXT、 次は私の好きなマスカラです。マスカラはシャネルのマスカラを使っていて、これはウォータープルーフなので、仕上げてお気に入りです。次はあとクロエの香水、これはすごいなんか甘いけどなんか上品な香りがして、いつもこう見てるとすごいいい香りってなって、結構つけてるといつもこれそれどこのやつってすごい聞かれるから、もうおすすめです。素敵な香り。最後にリップ、こちらはシュウエムラのマットリップなんですけど、お気に入りで可愛いんです。マットなオレンジ。